はい、今回アクションと飛距離の評価するルアーはこちらです。CB1 のディクソン180で、水晶フックが ST66 の20なんですけど、シングルフックのクダコ50つけてます。で、重量がほぼ一緒なので、ほぼ同カスタムとなってます。じゃあ早速アクションの方をお見せしたいと思います。タックルの紹介をします。まずロッドが、ゼナックの、ミュートス アキュラ 100H で、リールが、シマノのツインパワー、8000番、ラインが PE の4号で、リーダーが、60ポンドの、フロロカーボンのリーダーに、先端がボールベアリングのスイベルがついてます。これでキャストしていこうと思います。はい、CB1 のディクソン180、3回キャストいきます。1投目が66m です。はい、CB1 のディクソン、2回目 68m です。3回目が 62m です。ダイビングアクションを